今この脳幹を鍛えるっていう話で、まあ、トランポリンだとか、今脳幹クッションみたいなのも売ってるし、まあなんか動くのね、脳幹、うん、でそれをじゃあやればいいかっていうと、最初の段階のあのフラフラの状態だと緊張になっちゃうんで、今だったらなんとなくできそうな感じがする。できそうでしょ、うん、そうです、うん、もう全然立てなかったの、うん、そうです、うん、それが今足の裏がしっかりして、でこういう状態にしてそういうものも使えば脳幹がすごい鍛えられる可能性が高いっていうか、最初の状態だともうフラフラで、うん、余計に緊張して立っちゃうんで、あのやればやるほど緊張体質になっちゃう。そうなの、そうそう、本当はそのブックショーの上でこれができるのが正しいですって言われたんだけど、ああそのそういうあれで、それが私は、うんうん、あもう全然ダメでね、で今みたいに手がグーってこの力ね、うん、入っちゃう感じ、全然ダメで、うん、怒られて全然ダメ。じゃあそれがまたいいかもしれないよね。そう、うん、でやってみて、うん、よかったら教えてください。はい、そんな感じ。